さんこんにちは。くまパン芸ナビゲーターこびです。そしてこちらはいつも元気なくまパン王子です。エケベリア七福神の夏越しを失敗しちゃいます。どうしたらいいですかというね、ご質問結構ね、ここちょっと多くいただきましたので、今日はねエケベリア七福神のお話になります。多分先日アップした動画、夏の終わり秋の始まりのね、多肉のお世話の動画に登場していた私たちのこの七福神を見てしまった皆さんなら、もうあ、そうだ、ちょっとなんか荒れてるなと思って、そういうのはくまパン王子に聞いてみようと思った方も多かったのかしらね。今日はね、今までも何回か登場していたこちらの七福神をね、仕立て直しながら七福神の育て方、あと夏とかね、気をつけた方が良いことについてのお話になります。まずこちらの二苗、購入したお店、お値段はね一緒でした。よく考えてみれば8サイズちょっと1サイズこちらの方が上なので、正確なちょっと比較にはなっていませんね。2019年の梅雨時期に雨水が入りまくって、夏も例年より少し遮光率の高いネットの下に置いておいたら、こんな姿に変わってしまいましたというね、動画もね実は七福神ありました。その時の様子は画像と動画もございますので、下の説明欄にねリンクを貼っておきます。ご興味のある方はこの動画の後にご覧いただけましたらと思います。あの時茎がねピューって伸びてここにフッとなってる形なので、それがね、で問題はこれですね、今年の夏です。こちらのね鉢なんですが、雨水がすごく多かったですよね。雨水入ってしまって、鉢の様子を見ながら、本当はね丁寧なね断水がね夏は怖いからできればよかったんですけれど、そんな丁寧なお世話もできませんでした。っていうかしなかったことに原因があるんだよね。すいません。茎がこちらね横にね倒れてしまいました。8月はね両鉢ともね個別に水やりはしていません。スコーンなども多く、雨水がドバドバ入ってしまう回数も多かったように今年は記憶しています。こちらの方はベランダの隅先端のね、なかなか手が届きにくい場所に置いてあったので、もちろん活力剤や肥料もあげていません。真夏の間は肥料はねあげてはいけません。こちらの方ね、そんな厳しい環境下でしたが、枯れずに子株もたくさんついて生き残ってくれたので、もう良かったなと思うことにしました。やっとちょっとね涼しくなってきたので、枯れた下葉をね、今日すごいですよね、下葉こんな状態なので、下葉を外して風通しもね、まだ暑い日もあるので蒸れないように風通しも良くして、あと小株もたくさんついてきたので、小株ね早いうちに外してまた株分けたい、増やしたいよねというので、やってみようと思います。七福神はこういうふうに生き残ってくれれば、小株もいっぱいあって、外してその小株外したりして育てるの、夏さえ越してしまえば、あとはね比較的どうなんでしょう、人によって地域やお家によっても何か違うのかもしれませんが、私たちの環境だとそんなにすごく難しいとは思いません。もう恐ろしい夏も終わってしまいましたので、残りねここ外して良くしていこうと今日は思います。ではまずはじめに下バトルと仕立て直し作業をしたいと思います。あれクマパン、あ、帰ってきた帰ってきた、準備いい？簡単だからやっちゃおうね。レッツ作業スタートになります。ではこちら、まずはね下バ、この辺すごいですよね。普通手が今手でやっちゃっていますけど、手が届きにくいようなね細いところを取る場合はもちろんピンセットなどねこう使って取ってもいいと思います。いやピンセットうまく取れるかな、あ、取れてますね。こんな感じですね。こんなような振る場ねこのまま間に入れておくと、まだまだね暑い日蒸れちゃうから取っちゃいますねと言いながら、こう大雑把なのはもう本当手で取っちゃった方が早いので取ります。カメラ回しながら撮るのってあんまり慣れていないけど、
結構難しいですね。こう見ないで子供って。よいしょ。でこの辺なんて水を切りすぎたせいか、もう根が 見えますか。根がこんなにたくさん出てきて水を欲しがっているのがわかります。ではこの調子で残りのね、フルバもね、取っていこうと思います。こんなに大きいフルバ。これがこの間で例えば雨に濡れて水分を含んで、ここ長い間この間にあるとやっぱり蒸れますよね。こんなにたくさんのね、下葉取れました。このまま放っといていたらどんなことになったかと考えると、本当に皆さんもね、お時間のある時にフルバ取っておいた方がいいです。この先端の大きいところもね、カットしていきますね。あっち、あ、切りにくい。こんな状態です。問題はここですよね。こんなこのまま残しておいて、ここに小株はどんどんついていくかもしれませんが、この株だけでね、見栄え良くしたいので、ここの見えにくいかな、この下のところで裏で切っちゃいますね。よいしょ。この小株はね、また後でゆっくりやるとして、まずね、こちらの残りのフルバを、すいません、ちょっと時間かかっちゃいますね、ささっと取っちゃいますね。こちらの方もよく見てみると、こんなにねフルバがあるので、もうこの地際のところなんてこんな黒くなってしまっているので、残しとかないでね、こう時間のある時にねフルバ取ってしまった方が、まだまだね蒸れると怖いので、残りも取っていってしまいます。作業完了しました。こんな感じになりました。こちらね、少しね切り口カットしてから植え付けてみます。楽しみだね、また増えてよかったね、クマパン。エケベリアの育て方ワンポイント、植え替えや増やす作業は春か秋の成長期に行うと失敗も少なくておすすめです。エケベリアの中でも七福神は日当たりを好む品種だと思います。日当たり風通しの良い場所にね、鉢を置いてあげましょう。下葉を外していくと茎がひょろりと伸びてきますが、茎からも小株をねたくさん出す品種なので、増やしたいななんて思っていらっしゃる方や、クマパン王子のように強欲にね株を増やしたいと思っている方には、茎が伸びてそれも良いことなのかな、七福神の場合は。だよね。エケベリアの育て方や増やし方の詳しい動画はね、もういくつかアップしてありますので、下の説明欄にリンクを載せておきます。この動画の後にご覧いただけましたらとても嬉しいです。この動画を気に入っていただけましたら、よかったよの合図にいいねを押してお知らせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画で皆さんにお会いできるのを、くまパン王子も私もとても楽しみにしています。またねー、バーイ、くまくまパン、またねー。